Billy Wilder is one of the most wonderful directors that ever lived, and I've never worked for him myself, but I certainly know his movies, Stalag 17. Witness for the Prosecution. Sunset Boulevard. Oh, Some Like It Hot. You know, that scene in Some Like It Hot. Love in the Afternoon. 7 Year Itch. The Apartment. Oh, yes, The Apartment. Yes. Double Indemnity. Irma LaDuce. Sabrina. You know the scene where Jack Lemmon. Fortune Cookie's great. Some Like It Hot. There's so many. One of the finest comedy directors that Hollywood's ever seen. Fantastic. It's brilliant. Genius. Billy Wilder, in one word, is quality style. With sharp. He's a mensch. I like the man, period. You know what I mean. Don't you know that scene? There's a lot of them in there. こんばんは。第14回目の KTV シネマフェスティバル乾杯ビリー・ワイルダーと題しまして5夜にわたってお届けしていますが、昨夜は AFI の栄誉賞の受賞パーティーの模様をお届けいたしましたね。あの中のハイライトシーンでもいろんな作品が紹介されたんですが、さあいよいよ今夜からは4本、代表作を集めてお届けしてまいります。彼のフィルモグラフィーを紐解きますと、素晴らしい作品が並んでおりますのでね、今回も4本を選ぶのに大変苦労いたしました。そして実はシネフェスでも2本はお送りしてるんですよね。60年の5月にお暑いのがお好き、そして61年の6月にあなただけこんばんはをお届けしておりますので、この2本を除いた中から選んだわけなんですけれども、さあそして今日お届けするのはこの作品でございます。ご覧のようなスタッフでの失われた週末をお届けするわけなんですが、ビリー・ワイルダーはこの作品でもチャールズ・ブラケットと共同で脚本を書いていますが、このコンビがプロデューサーの気まぐれでたまたま生まれたのがエルンストルビッチョ監督の青ひげ8人目の妻の時で、その後ファッターライフ、ミッドナイト、ニノチカと、ウィーンオペラの古典的プロットに現代風アレンジを加えた作品を立て続けに生み出し、その息の合った名コンビぶりはハリウッドで最も成功した結婚と冗談を言われるほどで、ネッサの秘密、皇帝演舞曲、アフォーレンアフェア、そして第5夜に放送するサンセット大通りまでワイルダーが書き、ブラケットが手を加えるというチームプレーが続いたわけなんです。で今日ご覧いただきます失われた週末、音楽はネッサの秘密、深夜の告白に続きミクロスローザが担当。ニューロチックな音楽でアルフレッド・ヒチコク監督の白い恐怖ではアカデミーの音楽賞に輝いています。アカデミー賞といえば、この失われた週末は1945年度のアカデミー賞で作品、監督、脚本、主演男優と4つの部門で賞を受け、ビリー・ワイルダーは監督そして脚本と2つのオスカーを手にしたわけです。その次の年、46年度の監督賞はウィリアム・ワイラーが我らの生涯の最良の年で受賞しました。当時は2人ともまだまだ若いですね。さてキャストの方ですが、ドン・バーナム役にレイ・ミランド、ビリー・ワイルダーの監督第一作の The Major and the Minor に引き続き2度目のお付き合い、体重を減らしたりお酒をガブ飲みしたりリアリズムに徹した演技で見事アカデミーの主演男優賞を獲得しました。
都会派の2枚目から性格派への転向に成功し、この後もヒチコク監督のダイヤル M を回せでも名演技を見せ、1955年白昼の対決からは監督業も手掛けています。ヘレン役はジェーン・ワイマン、レーガンアメリカ大統領の元夫人、小鹿物語のグレゴリー・ペックの妻役を思い出される方も多いかと思います。ドン・バーナムの兄のウィック役はフィリップ・テリー、ジョン・クロフォードの旦那さんだったこともある人で、まあ、長い下積みを経てこの役をつかんだんですね。そして酒場の親父役にハワード・ダ・シルバ、舞台からエイブリン・カーンで映画デビューしたベテランです。アルコール中毒を扱った社会派ドラマ失われた週末、どうぞごゆっくりご覧ください。最後にプレゼントのお知らせもありますので、どうぞお楽しみに。